こんばんは。ちょっとね、インスタを更新しようと思ったんだけどね、もう10時が超長くなってやばいことになってる。あ、ちょっと結構お腹がプニッとしてるね。気をつけよう。この辺にしよう。こんばんは、やっほー。やっほーちゃん ガスガスや。こんばんは。なんか、ミスインターナショナルの方の、何ですか？やつを、ミスインターナショナルの方のやつを更新しようと思ってやってるんですけど、なんか自己紹介を書こうと思ったの。結構まだプチってしてますけど、治る見込みはできてるので、まあいいかなっていう感じです。ちょっともうちょっと上かな、カメラ。こうか。オッケーミア。そう、どうしようってなってる今。あ、これテロップ書いた方がいいのかもしれないってことに私最近思った。なんですかね。うよ。ゆったり、おしゃべりんぐ、now、OK。OK や。そう、絆創膏を取れました。振ってるけど大丈夫かな？汚い。ちょっと横の机とか汚いんだよな。大丈夫ですね。はーい、ありがとうございます。そう、なんか、自己紹介って難しいですねっていう話を今しようとしてたんです。どうしよう。難しい。昨日始まる3分前に寝落ちちゃった。あらま。おはよう。長くても短くてもない。そうなのよね。ちょっとしっかり書こうと思って。元ヤン？ヤンキーではないです。ふぅ。難しい。おはよう。疲れた？大丈夫？待って、なんか知りたいことありますか？そしたらちょっと書くかもしれない。なんか知りたいことがあったら教えてください。そうだね、趣味はラップとコスメって書きます。台風は何か備えてる？何備えたらいいんですかね。難しい。こんばんは。おお。今日はちょっとやることがいっぱいだ。よし。アラウンド40ジャパニーズガイさんの配信はどこまで見ましたか？ちょっと途中までしか見れてなくて、21時20分ぐらいまで見ました。父親が YouTuber になった件について母親は何か言ってましたか？特には言ってないです。その呼吸法は何です？ちょっと心を静めようと思って。ちょっと一回中断するわ。
よいしょ。いや、今日ね、やりたいことは、まあ正直一応あるっていう感じなんですね。なんで、ちょっとやっていくんですけれども、そのために必要なことは、まずは私の目のメイクを落とすことなんですよ。ファイナリストの方たちの話とか書けるなら書いてほしい。そうですね、書きます。なんかただ、まだ私、あんまりセミナーに出れてなくて、なんかね、コミュ障を発症してしまって、たくさん喋れてないので、ちょっといっぱい話せるように頑張ろうと思います。ちょっとメイク落としますね。急に落としてどうしたのっていう話だと思うんですけれども、この後ちょっとわかるので、ちょっと目のところだけ落とさせてください。そうなんです。ガンガン話しかけてみんなが優しい。皆さんすごく優しいのは分かってるんだけど、ちょっとね、やっぱね、分かりますか？なんか、美女にさ、スタイルのいい美女にさ、囲まれたらさ、コミュ障になるよねって話。分かります？分かってくれる？だってさ、みんなさ、綺麗なお姉さん？みんななんか丸の内とかで OL やってそうなお姉さんがさ、あ、すっごいついてる、いろいろ。いっぱいさ、いてさ、緊張しないとかないじゃん。っていうことで緊張しちゃうのよ。美女に会うと。緊張しちゃう！緊張しちゃうよ！緊張します！ってことなんですね。まあそういうこともあってかなんですけど、でも結構喋れる時もあります。ちゃんと頑張ってます。なんかさ、違うんですよ。メンバーはしかもさ、年がさ、近いとかさ、あるじゃないですか。あとは、その、こちとらからするとさ、こう、事前に知ってるというかさ、そのメンバーに、私がメンバーになる前から、やっぱツイッターとか、いろいろ配信とか見てたりとかして、あ、こういう方がいらっしゃるなっていうのを分かってるからさ、いいんですけれども、なんかさ、こうやっぱさ、初めて会うさ、美女緊張するやんっていうお話で、まあそこまでにしておいて、ですね、私はですね、まあ皆さんご存知の方は数名から数十人から十数人からいらっしゃると思うんですけれども、コスメが大好き太郎なんですね。ということで、また今日もコスメを買ってしまいましたというか、まあ買ったんですね。なんか本当に韓国行ったから、韓国でコスメめちゃくちゃ買いまくったから、もう日本ではちょっと買うのを抑えようと思って。抑えようと思ってたんですね。もう買いすぎって思って。ちょっとさ、私のさ、コスメのさ、棚を前にお見せしたんですけれども、写真ありますよね、きっと。私、ツイッターに上げてたと思うんだけど、本当にコスメが好きだから、何でも買っちゃうのね。今、どういう状態だったっけっていうのを、呼び起こそう。あ、載せてね、ないじゃん、これ。載せてない？載せてる？載せてない。載せてる？載せてない？載せてる？載せてない？載せてないですね、これは。載せてないようなので。なんか写真ないかな？あれ、載せてない？そう、反動が怖いのよ。なんかマジで空き時間っていうか暇があればコスメ売ってるところ入ってるお店、今何が出てるのかなとか、何が流行ってるのかなとか常に見てる。常に確認している。あ、あるわ、棚。ちょっと待ってね。見えるかな、こんな感じになってるんですね。見えているかどうかをチェックしよう。ちょっとリングライト、あ、ピントが機能しない？あ、ちょっと、LINE 来た。LINE 来ちゃった。ミスイン、あ、こんな感じ。
と見にくいかもしれないけど、こんな感じでいっぱい積んであるんですよ。載せてなかったわ。後で載せよう。で、なんか今 LINE 来たのは、ミスインターナショナルですね。メンバー、ミスインターナショナルのメンバーでみんなで、みんなが、本当に全員が入ってる LINE のグループがあって、やりとりしてます。ちょっと待ってくださいね。そのミスインターナショナル返します。なんかいろいろあんのよ。仲良しです、みんな。優しいというか、なんかもっとみんなギスギスし合ってるのかと思ったんですね、正直のところ。全然そんなことなかった。オッケー、すいませんでした。ちょっとごめんね、返してたの。いろいろみんなと連絡を取り合ってて、間違えちゃった。結構ゆるいですね、こうやって急にね LINE 返したりとか。すいませんね皆さん、無償とか言いながら仲良くできてますね。頑張ってます。なんか例えばセミナーで言われて分かんなかったこととかをみんなで共有したり、なんかこれ持ってくとか、あと何て言ったらいいのかな、例えばそのセミナーに来れなかった人のために今日はこんなことしたよとかっていうのをみんな共有してくれたりするんです。だから本当にありがたいです、皆さん優しくて。なんかやっぱね、なんて言ったらいいのかな、競争なんだけど、みんな心にいい意味の余裕があるんだと思う。なんか、なんて言ったらいいの？その、まだ痩せなくていいやとか、そういう余裕じゃなくて、こう、だらける余裕じゃなくて、人間としてすごいこう、みんな自分をしっかり持ってるからこそ、こうなんか、誰かを蹴落とすやり方じゃなくて、みんなで一緒に上がってこうって思ってくださる方がすごく多くて、私はなんか嬉しかったです。なんかもっとなんかいろいろとギスギスして悲しい思いになるかと思ったけど、そんなことは全くありませんでしたね。はい、そんな感じです。まだ痩せなくていいやっていうか、まだダイエットこの後でいいやとか、そういうなんて言ったらいいの、美意識を低めようっていうか、なんだろう、もうちょっと後からやればいいやみたいなのじゃなくて、こうみんなで一緒に上がってこうっていうところがすごくいいです。なんかガツガツみんなしてるけど、みんな前に前にっていう気持ちがあるんだけど、だからといって誰かを置き去りにしようとかっていうかわけではない。18歳の方が結構いらっしゃるよ。結構なのかな、18、19の代かな。ってことで、そんなことで、話がだいぶそれまして、申し訳ないというお気持ち。そうですね、はい。なんだっけ。コスメが好きで、そう言ってみようと思います、ライブ。でも一人行きたいって言ってくださる方がいて、志保さんって言うんだけど、すごくね、志保さんっていう方はね、仲良くしてくれるんです。なんだっけ。見せちゃおう、見せちゃおう、見せちゃおう。見せちゃおう、見せちゃおう。ぜひたくさんいろんなミスインターナショナル素敵な方がいっぱいいるので、ちょっと見てみてください。この人っていうか、いっちゃ、あれかも。この人って言い方ダメですね。はい。見えますか？勝手に見せちゃうコーナーです。こちらの、しほさん。
ひぬのしほさん。しほさんは、見えますかね。しほさんは、すごい、なんか、いろいろ、関西の方なのかな、確か。関西の方の方で、すごいいろいろ、おしゃべりでしてくれるっていうか、すごくフレンドリーな方なんです。フレンドリーな方で、なんかね、こう、何かあったらすごい喋ってくれるし、なんかこう、例えばウォーキングのレッスン中に、まあ40何人いるわけですよ、レッスンは。でさ、こう、全員一人一人をさ、にさ、こう、先生がついてくれるわけじゃないから、先生が言ってくれたことを実践して、自分でちょっと練習してから見てもらうみたいな時に、すごいね、アドバイスとかいっぱいしてくれるんです。で、めっちゃ喋ってくれるし、優しいし、楽しいし、私は、すごいありがたいなって思ってくれるし、思ってます、すごく。だからこうやって、なんか私も翔さんみたいに気さくに行きたいなってめっちゃ思った。やっぱさ、ここではさ、まあ言うてさ、こう、セミナー東京なんです。ただ、ミスインターナショナルの OG の方とかが地方に行って開催されてたりとかもします。なんか、とりあえず、そうなんです。あとは、なんか、やっぱその、ミスインターナショナルの面接審査から、こう、まあ、今のとこに来るわけですけれども、なんかその、なんて言ったらいいの？その面接が大体何人？ 6、7人ぐらいのグループなのかな？いや、もっといるか。7、8人ぐらいのグループでやって、その中から、まあ、2人、ぐらい選ばれるかなみたいな感じなのね。まあ、人数の割合的に。ただ私たちのグループはなんと5人も選ばれたの。だから、その面接の次でこんにちはってするときに、結構ね、知り合いがいっぱいいてめちゃくちゃ安心した。めちゃくちゃみんな優しいし。なんか、正直不安だったんです。こんななんか、チャランポランっていうか、もうそんなんがさ、こう、こんにちはってしたらさ、すごいさ、何こいつって思われるかと思ったけど、全然そんなことなかった。ニョッキさん、こんばんは、初見ですって。こんばんは。ね、そう、みんな優しい。地方の人は毎回して、そうなの。ただね、なんか沖縄から来ていらっしゃる方もいるし、あとね、上海に今留学中で、毎回上海から通ってられる方とかいらっしゃいますよ。すごいよね。尊敬しちゃう。私だったら絶対に諦めちゃう。すごいなって思いました。っていうことで、ちょっとだいぶ話は逸れてしまったんですけれども、ミスインターナショナルについてもっとこれから、話していけたらなぁなんて思っております。そう、上海からいらっしゃるの、ミスインターナショナルの方の中で。あ、マイチンさん。推し難民なの？こんばんは。ライブスタイルダンジョンからファンになりました。だって。本当に？ありがたみ。アップが2期の森永ニーナと申します。ただいま、配信中だそう。そして、トリマー。今からミスモスアルバム作るって、本当に？すごい。ということで、ちょっと話はだいぶそれにそれまくったのですが、なぜここのアイメイクをすべて落としたかっていう話をしますと、ミスインターナショナルって条件とかってないの？ミスインターナショナルは18歳から25歳だった。18歳から25歳で身長が160センチ以上の人です。決まりがありますね。あ、そう、これからメイクっていうのが出てる。なんか、10月13日に、アップアップガールズ2期は、初台座ドアーズにて、なんか、単独ライブを行わせていただくんですね。それでですね、なんかメイクを、そこの時にメイク何しようって思って、今日いろいろ化粧品屋さんを見まして、っていうかその、あ、さっきも写真を見てたんですけど、私コスメが大好き太郎なんですね。ね、10月13日不安だけど、できるように。
おかえりー。パピーが帰ってきた。こんな感じでコスメを集めてまして、で韓国行った時にもういっぱい買いまくったの、私コスメを。え、今さっきもう10時からだから大丈夫だよ。でなんか結構めっちゃ買ったの。いつ行ったんだっけ、9月末に行ったから、だからそのあまり買いすぎないようにしようと思って、化粧品を。だから昨日もお化粧品屋さん入ったんだけど、ちょっと、ああ、これが今日本で新しく出たりとか、日本で流行ってるコスメだな、みたいなので、すごい、もうカゴを持って、その中にコスメを入れるまで行ったの。でも、いろいろ考えて、いや、今買いすぎだから、買いすぎたし、まだ使ってないのもいっぱいあるから、一回落ち着こうと思って全部戻したの、元の場所に。でもね、無理だった、今日買っちゃったよ。ということで、今日買ったものとか、買ったのに全くもって使ってない化粧品たちをちょっと使ってみて、13日どんなメイクをするかっていうのをちょっと考えていこうかなっていう案件でございます。ということで、本日購入したのは3点です。まずこちら、ちょっと待ってね、今自分の画面がどうなってるかを見れるっていうやつ、ところをちょっとな、こちらこうか、見えるかな。まあ素顔って書いてあるんですけど、素顔シルク感カラーベースって書いてあるやつ。なんか肌のこう色を綺麗にする感じ。こうやってなんか日焼け、帰ってきた？できた。よかった。びっくりした。びっくりした。びっくりしたよ。まあ、そんなかん、こんなで、まあ、そんな話です。こんばんは。びっくりした、びっくりした。ちな、なんか、あ、髪の毛抜けた。さ、痛い。肘が痛い。じゃ、さっき言ってたのは、これ。これです。素顔。シルク感カラーベースで、このなんか肌の色が綺麗に統一になるっていうか、ここで振ればいいんじゃない？そんな感じです。塗ってみた感じすごくいいね。これ肌がサラサラになりました。ちょっとこれはちょっと発売の時に使おうと思います。そして次はアイシャドウ、リセジェミリジアイズ。アイシャドウですね。こんな感じの色味。ちょっと結構、光があるからめちゃくちゃ。あ、こんな感じの。あう。なんかニューって書いてあったから買ってしまいました。ちょっとこれを今日は使ってみたいんですが、しかし、私はアイシャドウ買っておきながら使わないことがありましてですね。こちら。ちょっとすごい配信環境丸見えって感じなんですけど、あ、もう鏡ね、エレガンスっていうところのアイシャドウです。なんかチナ、ここのねアイシャドウも今日買ったビセリシェのアイシャドウと色味がすごい似てるの。多分こういう色が好きなんだと思う、私。見えるかな、ちょっとこっちはね、赤っぽいのが入ってるんだけど、基本なんかこういう、バーガンディ系めちゃくちゃ好き。ちょっとサイドが足りないかも。ちょっともうちょっと色味が綺麗に見えるように、照明調節しますね。こんな感じかな。こんな感じでよく見えるかもしれない。まあ、こんな感じなんですね。ってことで、今日はちょっとこちらを使用してみたいと思います。ちょっと照明明るくしよう。バーガンディ系です。エレ
イガンスね、高いと思ってたけど、割となんか、デパコスって感じ。ただ値段が。ただちょっとキラキラしてんだよね、どっちも。キラキラ系です。ってことで、両目、片目ずつにちょっとやっていこうと思う。まずは、こっち今日買った、ヴィセーリシェの方からいきます。そう、ブーガンディ系。なんかワインレッドみたいな感じの色が最近私は着ている。秋は。なんか秋はやっぱブラウンとかバーガンディ系の色が流行るんだけどね。私こうブラウン？オレンジっぽいブラウンとかめちゃくちゃ似合わないの顔に。だから絶対こうワインレッド系に逃げちゃう。じゃあまずはちょっとチップを使わないでいきます。こっちの明るい色を取って、まあなんか基本的なアイシャドウカラー、アイシャドウのベースとなる色って感じすぎるな。ちょっとピンキー気になる。ピンキー使ってみます。あ、今メイク中なんです。なんかオレンジ系のブラウンは全然似合わないの。ああ、なるほどね。すごいラメが大きい。ラメが大きいんだわ。伝わらないな、きっと。薄いピンクでラメが大きいって感じだから、涙袋とか絶対可愛いかも。めっちゃラメ大きいで、これ。めっちゃ大きいで。血は止まりました、鼻のてっぺん。めっちゃキラキラしてる。うわ。思った以上に好きだわ。はい、という感じで、こんな感じになったので、次は、こちらの、ちょっと薄系のワインレッドっぽい色を。あら、まあ、だいぶ濃いわね、こちら。だいぶ濃いわ、色味は。今こっちが何もしてなくて、こっちが何かしてる方です。だいぶ違う？濃いね、ちょっと。結構手に取ると、こんな感じ。結構濃いワインレッド系のお色味でいらっしゃって。一番濃いブラウンはきっと目の際とかにつけるような色かな。ちょっと指で適当にファッファッファってやったからあれかもしれないけど、こんな感じで変化はありました。ね、ラメ感はちょっと伝わらないんだけど、すげえキラキラしてます。ね、だいぶ結構力強い色というか、でもなんか割と思った以上にブラウン系かな？ちょっと赤いブラウンって感じかも。いい色ですね。さて、初台は。何のアイシャドウを使おうかな？なんかさ、リップを買いすぎて。でもリップっていろんな色があるから楽しいのね。いろんな色があるから楽しくてリップを買い集めてしまうんだが、しかし、ちょっと我慢しようって思うじゃん。そうするとさ、次さ、いろんな色がさ、こうあるさ、楽しい、買い集めて楽しいものってなんだって思うとアイシャドウになるわけ。そうするとね、アイシャドウ爆買いし始めるんですね。あまり良くない。ちょっと、結構汚い、部屋汚いのバレる。よいしょ。こちらのすごい反射する、こちらの使っていきたいと思います。チナ、結構買ってね、月日が経ちすぎて分かんないから、一回手に取ってみようと思います。どっかにつけてみよう。手の甲とかにつける。結構上品ですね、割と。上品なお色味っていう感じかな。よいしょ。
ほうほうほう。こんな感じになった。こんな感じです。火事が来た時は全力で片したの。割と片付いてた時、その時は。ちょっと、なじったのが見えた。こんな感じ。こっちの層にね、ベースの色があるんだけど、ちょっと薄くて見えないかも。ただ結構、ブラウンとレッド系はめっちゃ発色がいいですね。塗っていこうと思います。今、裸眼です。ちょっとメイクが終わったら、つけようと、あ、汚い、メイク落としが汚い。汚い。よいしょ。よし。やっていく。まず、ベースとなる色はきっとこの色かな。めっちゃ目についてた。コンタクトしたらね、目やに出ちゃうんです、私。多分あんまりね、目が強くないんだと思う。まあそんな話はさておきまして、乱視だったはず。よいしょ、塗ってみています。ベースカラーを塗っただけじゃ、こっちはちょっとあんまりまだ変化はありません。粘膜弱いかも私。どうから塗ったらいいんだろう。赤から塗る？赤いのを塗った感じ。こっち、こんな感じ。どう思いますか？ちょっと濃くなったって感じだね。ちょっとこっちの二重の調子がね、ギンギンすぎて。最後に、ブラウン系をちょっと、際に。ちょっとレッド足りないな、控えめすぎた。ほうほう、なるほど。こんな感じでできた。左右あんまり違わないのでは？どう思い、どう？違わない気がする、あんまり。ということで、多分指でやったから結構ぼかして、だいぶぼかしてあるからあれなんだけど、だいぶでもね、だいぶっていうか、まあまあ違う海が出てきた。なんかこっちの金色のエレガンスの方は割とマットな感じというか、ギラギラしてない。あんまりラメがないの。左の方がちょっと濃いね、確かに。こっちの方がちょっと濃い。こっちの方がちょっと濃いかも。こっちはちょっと薄付きな感じがした。俺的にブラウンの方がこっちかな。どっちだろう。こっちとこっち。あ、鏡持ってる方と持ってない方、どっちがいいですか？こっちが結構濃かった。あと、割とね、伝わらないんだけど、ギラギラ感すごい。右だから、こっちか。こっち？鏡持ってない方？こっちちょっとね、薄い系。これに、あ、でも、色味的にはこっちがすごく好きだなっていうのがあって、鏡持ってる方がよき。本当に？ラーメン見えるかな？こんな感じ。手に取ってみればいいのかな？そんな気がしたぞ。こんな感じ。あ、見えたのでは？結構塗ってみても、キラッキラしてるかも。どこに塗った？あ、これだ、これ。見える？キラッキラしてるの。キラッキラしてる。こんな感じ。キラッキラしてる。そう。これ舞台映えするかも。だから、こっちの色に、キラッキラを足せばいいのかも。この、
2個持ってこ。決まりませんでした。はい。そして、もう一つ買ったのが、こちらの、どこだ？英語でわかんない。レブロン。レブロンのマスカラを買いました。こちら、レブロンのマスカラを買ったんですけれども、見て、ここ、見える？なんか。ここがね、デコボコしてんの。で、なんか、ウォータープルーフなのね、これが。水に強いよっていう素材だから、きっとそれを表して、ボツボツしてるんだと思うんだけど、ちょっとね、気になって買っちゃった。てか、これ、あれないと、ビューラーないとダメやん。ちょっと取ってくるわ。ちょっと待ってて。よいしょ。よいしょ。お待たせいたしました。汗で流れにくいそうです。ね、そう、水滴みたくなってて面白いなって。ちょっとビューラー汚いから掃除しよう。ビューラーすぐ汚くなっちゃうんだよね。綺麗に使える秘訣を教えてほしいなって私すごく思いますね。常にやっぱ掃除しないといけないんだなって思いました。よいしょ。よいしょ。よいしょ、これでいいかも。ちょっとだから今日は、どんな感じか、このマスカラどんな感じか使ってみたいなって思ったんですね。一回まずビューラーでまつげ上げます。OK、上がったの。上がった。一応上がったっちゃ上がったっす、こっち。ということで、これを使ってみよう。おお、なるほど。割とナチュラルっぽい感じかも。パキパキになる。見えますか？こっちがやったのと、こっちが何もしてないまつげ。あ、一回も一回上げ直そう。あんま分かんなくね？画質の問題？画質の問題かもしれない。結構ナチュラルっぽいかもしれない。なんかね、毛が長くなるけど太くならないって感じ。これ、だいぶまつげ。マスカラつけてあげたらだいぶ変わるかも。え、これでわかったくね？結構、束になる、まつげ。でもそんな太くならない。バキって感じです。オッケー、これで今日新しく買ったメイクコスメがどんな感じか分かった。ね、全然違うの、まつげ。ありがとう、みんな付き合ってくれて。ちょっと鼻のプツがまあ気になるっていうのはまあ置いといていただいて、早く直します。ということで、ファイ。あ、そうだ、インスタ更新しよまず、普通に本、赤の方の、普通に本赤の方の更新をしようと思います。めっちゃ。止まっちゃう、最近っぽそう。服がエレガント？これはフォーエバー21で買いました。お洋服屋さんなんですけど、フォーエバー21っていうし、いろんなチェーン店なんだけど、もう10月末でなくなっちゃうの。めっちゃ安くなってました、お洋服。10月末でなくなっちゃうの。めっちゃ使ってたのに。悲しい。
どうしよう。今日という日があと1時間弱で終わってしまう。悲しい。ちょっと1時間弱で終わってしまう前にちゃんとミスインターナショナルの方のインスタ更新するので、ちゃんと書きます。ありがとう。フォーエバーがフォーエバーになってしまった。フォーエバーになくなってしまうんですね。悲しい。10月末でなくなっちゃうからいっぱい買っとこうって思って買いました。こんな感じ。やっぱね、もう冬物があんまり置いてなくて。置いてなくてっていうか、置いてはいるけど。こんな感じの。なんか私最近っていうか、すごい自分の肩幅がね、気になるタイプの人間なの。で、どうしたらいいんだと思ったら、こう、首の空いてる服を着ると好きに見えるらしいから、それがいいっていうのを知りました。なので、最近こういう服が多いです。この辺が。こう、ベチベチできるような服。ってことで、インスタを描きます。ってことで、45分ぐらいになったら、今日の配信は、さようならっていうことになると思います。明日はちょっと忙しくてできないので、まあ、なんかできる時にまた配信をしようと思います。はい、そんな感じですね。ちょっと本当に私はミスインターナショナルの方を何かこうってなってるので、いっぱい頑張ります。なで型の人はそれはコンプレックスみたいですけどね。そうなのよ、難しいよね、お洋服って。私は割と首の詰まってる服っていうか、ワイシャツっぽい服がすごい好きなんだけど、でもなんかこうした方がいいらしいから、こういうなんかこう、この辺がフリーなやつを着てるんですね。結構でもここがね、ギュッて締まってるやつだから、これが。そんな感じで今日はそれですね。あとやっぱ肩幅見えるといかつくなっちゃうからね。それがね、できないのが私はちょっとかなピーンだけど。まあそれもそれで生まれた宿命なのでね。そういうのと付き合って一緒に綺麗になっていこうと思います。っていう感じで、もうそろそろ締めに入るのですが、ですね、あ、そうだ。まず、インスタを更新したっていうことで宣伝をさせていただきますと、まず、こちら、わたこぴのインスタグラム、わたこぴのインスタグラム、でございます。そしてこちらも私のインスタグラム、ミスインターナショナルに出ている方のやつでございます。そしてこちら、森永ニーナのツイッターでございます。よろしかったらフォロー等お願いしますっていうか、眼鏡がないからあんまり見えてなかったっていうね。はい、OK です。全然ボケて見えてなかったくねっていう。はい。まあそんな感じです。ということで、ちょっと待って。ちゃんとこれをインスタを更新したよっていうのをみんなに知らせたいから。ちょっと待ってねー。待てませんや。あ、待て、あ、待て。よいしょ。私ね、まだインスタの使い方にあんま慣れてないのよね。慣れてないっていうかさ、どんどんさ、更新されてさ、少しずつ使い方変わっていくじゃん。それがね、難しすぎるよねっていうやつ。ツイートしました。OK です。はい。ということで、また次も見てくださいますかって私が聞いたら、ヤバ友っていう風に言ってくださいっていうのが、毎回の配信のルーティンになってるので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてですね、ヤバ友っていう、ハッシュタグヤバ友って言って、こうツイートしてくれたら、
割とネットパトロールしていろんなところを見に飛び回ってるので、よかったらなんか、まあなんかそのリプするほどじゃないんだけど、なんかまあちょっとこんなこと面白いことあったんだよねっていうのとかをなんかヤバ友って言ってつぶやいてくれたら嬉しいです。はい、ということで締めます。また次も見てくださいますか？メガネずれた。やばともやばい友達、やばともやばとも、ハッシュタグやばともぜひ使ってみてください。やばとも、ぷい、やばとも。おやすみ。これをプチッとすればいいのか。おやすみ。